パッチとは、コンピュータにおいて、プログラムの一部分を更新して、バグ修正や機能変更を行うためのデータのこと。修正プログラムやアップデートなどとも呼ばれる。実際に変更を施す際は、パッチを当てる、パッチを適用するという、同名のユニックスコマンドパッチのことも指す。ゲームのグラフィックや様々なデータを改造する、プログラムやファイルを後から追加するパッチは、 モッドと呼ばれる。コンピュータネットワークがまだ低速だった時代、プログラムの一部を変更するために全体を再度ダウンロードすることは非常に効率が悪かった。そこで部分的な変更を施すために必要な部分のみを差分データとして抽出し配布するパッチ形式が慣習となった。プログラム全体をダウンロードすれば何時間も要するが、 必要部分だけであれば数分程度でダウンロードを完了することができる。これは前日の通りネットワークがまだまだ低速であったことのほか常時接続環境がまだ普及しておらずダウンロード時間が長時間に及ぶことで回線使用量がかさむのを避けるという面においても有用であった。なお差分の抽出やそれを使用してのプログラム更新には専用の ソフトウェアを必要とする。また、手動で更新を行う際には、元のプログラムのバージョンを確認し、専用のパッチを適用しなければ不具合を生じる場合がある。今日においては、ネットワークのブロードバンド化や常時接続環境の普及に伴い、数十メガバイト単位のコンパイル済みアプリケーションであっても、更新時には、その都度全体を再度ダウンロードする形態が多く見られる。 しかし、商用ソフトや OS のバグ修正、オープンソースのソフトウェアで変更点をポストする際には依然としてパッチが利用される。また、主にユニックスコミュニティで個々の環境に合わせてソースコードを調整するような場合もパッチ形式が一般的である。これは、常時接続環境が普及した現在においてもサーバーの転送量を軽減し、 全体としてのダウンロード時間を軽減する目的には変わりない。バイナリファイルのパッチはオンラインゲームのバージョンアップ、オンラインソフトウェアの日本語化などで広く使われている。バイナリファイルのパッチにはテキストファイルとは別のアルゴリズムで作ることにより、より効率化する。ブスディフの作者によると、ブスディフの作成するパッチはザデルタよりも50%、80%小さく、 ティッパッチよりも15%小さい。初期のコンピュータでプログラムが紙テープに記録されていた時代にプログラムを修正する時に穴をパッチで塞いでいたことに由来する。右の写真はハーバード大学自然史博物館に展示されている1940年代に使われていたハーバードマーク愛用の紙テープで写真上部の水色で260と書かれた数字の上下の穴を 灰色のパッチで塞いだ上で別の穴を開けている様子がわかる。ブスディフ、ブスパッチハットザデルタハットティパッチハットギガジネソフトウェアの修正プログラムのことをなぜパッチと呼ぶのか bbc,http コロンスラッシュスラッシュ gigazine.net スラッシュニューススラッシュ 20170116-wa-patch h スラッシュ2017年1月17日閲覧ありがとうございます